便所のつぶやきをみんなに届けたい。小さなスケールの大きな野望。どうもダメダメおじさんの二村です。どうも高橋くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。便所のつぶやきでございますけれども、はい、まずはですね、便所のつぶやきのもとにですね、嬉しいニュースが届きました。お、発表させていただきます。はい、お願いいたします。なんと便所のつぶやき出演者の高橋くんがですね、はい、宣伝会議賞協賛企業賞を受賞いたしました。ありがとうございますね。いやー、めでたい、いや本当でございます。お話が届きましたけれども、 いやここでですね、まあリスナーの方のほとんどが、はい、にむちゃん、にむちゃん、宣伝会議賞、協賛企業賞って何っていう、多分こういう気持ちで。にむさん、にむさん、そのキャラなんですか？めっちゃ気持ち悪いんですけど。いやリスナーのほとんどの方がそう今思ったと思うんです。なんで子供番組のテンションになったのか。良い子のみんな、今から説明するね。なんでお兄さんに変わったんですか？はい、確かにそうです。まあまあまあ、じゃあ宣伝会議とね、はい。宣伝会議賞。はい。ね、これどういうものかと言いますと、はい。こちらですね。宣伝会議という雑誌さんがございまして、はい、うん、まあ、その、ね、雑誌さんが主催している、うん、まあ、宣伝会議賞という、まあ、コピーライターの登竜門的コンテストというものがございまして、うん、そうですね、まあ、その中の、協賛企業賞という賞を、はい、高橋くんが今回受賞されたと。そうでございます。ということでございます。まあ、この協賛企業賞というか、はい、まあ、この宣伝会議賞っていうコンテストがですね、協賛してる企業様が40社ぐらいあるんです。なるほど。で、まあ、それぞれの企業様が、はい、うちのこんな商品に、コピーをつけてくださいとか、はい、うん、っていうお題が40個あるんです。うん、各企業1個ずつ。はい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 、で、この協賛企業賞っていうのは、その各企業が、一本ずつ出す賞でございまして、うん、まあ、40本出るんですけど、はい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 、まあ、それの一つに僕が引っかかりまして、いや、すごいことだと思いますよ。これ、ちなみに高橋くんが受賞した企業さんはどこの企業さん？リクルートさんですね。だいぶ大きいところが、すごい話ですよね。はい、あの、リクルートさんが、その、CM でやってたりしますけど、はい、スーモってあるじゃないですか。はい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 、物件情報。はいはいはい。はい、マリモの、キャラクターの。そうです、そうです。はい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 、スーモちゃんの、うん。で、あれの、何か、スーモで物件探しをしたくなるようなコピーを考えてください。というお題に対して応募した高橋くんのコピーが、発表していただけますか。住めば都は妥協です。という。いやー、深いじゃあ、いやいや、二村さん。やめてください。深すぎて見えません。あれですよね。はい、住めば都っていう言葉があるけど、はい、あれは妥協だよってことですよね。いやいや、繰り返してるだけだから、何の説明にもなってないです、うん。確かに僕持ってたんです、妥協だなって。あんた引っ越ししたことないでしょ。30年実家住まい。30年実家住まいなんだから。まあね、要はその、慣れるから嫌じゃなくて、うちでじっくり選んでください、うん、と言えば意図がありまして、ちょっと送ったら、そうそう、これがまあ、運よく引っかかりまして。いやー、めでたいですね。ありがたいことですよ。いやー、素晴らしいじゃないですか。何が嬉しいってね、うん、リクルートさんっていうこの大企業が、いや、そうですよ。選んでくれたっていうのが。だってこれだからもう選んでいただけたってことですから、便所のつぶやきの、はい、まあ、スポンサーになっていただけるっていう。聞こえなかったら、もう一度言いますね。便所のつぶやきのスポンサーになってくれるんじゃないかみたいなこと、たわごとに二村さんが言ったんですけど、絶対なるか。なんないですかね。絶対なりません。まあでも、僕は本当に同じ共演者として、はいはい、高橋くんのそのコピーを選んでくれたっていうのは本当にありがたいと。はいはいはい、はい。保護者として僕は。僕の保護者として。保護者として、非常に嬉しい気持ちでいっぱいですので。はい、うぬぼれないでもらいます。いや、リクルートさんには、ぜひね、便所のつぶやきステッカーの方を、はい、送らせていただきたいなと。絶対やめてくださいよ。結構社員の数、はい、もう膨大な数いらっしゃると思うんで、はい、残りのステッカー全部送ろうかなと。俺の受賞が取り消しになる。
失礼な。やめてください、これは。ぜひ送らせていただきたい。これは、あれですか？なんか授賞式みたいなのがあるんですか？これ、3月19日にですね。はいはいはい。私、あるんですか？僕、スーツパリッと決めていきます。わかりました。同行します。いやいや、リーマさん、やめてください。この今、収録してる、この後に、はい、僕、電話するんで。はいはいはい。確認取ります。俺の名前出さないでくださいよ。いや、出さなきゃダメでしょ。で、俺何者か分かんないだろ、それ。出さなきゃ。そりゃそうか。うん、だから、もしそれで OK だったら、はい、実際本当に同行して、はい、授賞式の模様を、はい、ちょっとこれは便所つぶやきで、放送します。で、ダメだったら、はい、しれっとも。リムラさん、本当乗っかりますね、なんか。あら、そうだ。便所つぶやきが1個だって、この、スポンサー探し。いや、スポンサーになる人はいないですよ、多分。まあでも、はい、いや、いいめでたい話じゃん。いや、ありがとうございます。これ共有していかないと。はい。いろいろちょっと、でも、そういう意味ではちょっとお話ちょっといくだけ聞きたいんですけど、はい。この宣伝会議賞って、コピーライターの、はい。登竜門的、そうですね。コンテストということですけれども、高橋さん、ご職業は？私、お笑い芸人。はい、ということでね、ええ。なぜということですけれども。深く書いたら。まあそうかもしれません。まあ僕が初めて15歳の時にですね、うん、書店のポスターで、うん、コピー1本100万円って書いてあったんですよ。ほう。で、やっぱ僕当時から、三つ子の魂100万でも銭ゲバの性質がありますから、え、ちょ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 って書くだけで100万円もらえるのかいって、パーンって目に飛び込んできたんですよ。それを見た瞬間に、よし、これ応募しなきゃなと思って、優勝賞金目当てにちょっと応募したっていうのがきっかけ、うん、きっかけなんだ。で、そっから15歳から3年に1回ぐらいのペースでなんかまあちょっとたまに送り続けてたんですけど、まあそれがねようやく12年越しで今回この、受賞したということで。なるほどね。あ、じゃあそういう意味ではじゃあもう青春のそうでございますね。コンテストで、まあ最後まで妥協は許さなかったということですかね。バカにしていますよね、だから。え、ちょっと鼻で笑ってますよね。してま、何を言ってるんですか。素敵なショーでございます。いや、鬱陶しいわ。すげえ腹立つな。俺の12年がバカにされた感じがして。本当にね、めでたいということで、はい。まあでもね、本当にありがたかったので、うん、これは嬉しかったです。ね、ぜひなんか雑誌に載ってるんですよね。そうです、宣伝会議という、はい、こちらの雑誌がありまして、うん、4月号に、はい、で、まあ、僕のコメントも載ってまして、はいはいはい、これがね、絶妙に軽く滑ってるんですよ。ええ、それ注目ですね、はい、ぜひ見ていただければ。僕の軽滑りをぜひ皆さんに見ていただきたいなと思いますけど、まあそんな、はい、受賞した、はい、受賞した、はい、いる便所のつぶやきでございます。そうでございます、はいはい、最近ですね、うん、まあちょっと二村さんに一個聞きたいなと思ったことがありまして、はい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 、二村さん、うん、一番最後に涙流したのって、うん、いつですか。一番最後に涙流した、はい、まあそれはあれですね、もうついこの間ですけど、はい、ソチオリンピックで、はい、真央ちゃん。ゆるっ。いやいや、ちょっと待ちなさいよ。ベタベタ。いや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 、あれは泣くでしょうよ。そうですかね、うん。泣く泣く。まあやっぱり浅田真央ちゃんが、うん、浅田真央ちゃんじゃないよ。浅田真央ちゃん。はいはい。うん、浅田梅ちゃんが、バーンってこう、フリーの演技が終わって、うん、ククーってやってるところでやっぱ泣くんですか？違います。よかったね、真央ちゃん。まあ、ショートでね、はい、転んじゃって、はい、で、まあ、そこでフリーで、はい、まあ、始まるときに、はい、僕実はちょっと、それで言うと、ポイントが違くて。ポイントが違う。はい、僕は一発目のトリプルアクセルで泣きましたね。そこで？そこで泣くんです。だ開始20秒ぐらい。要はショートの時に失敗したのがそこなんですよ。はい、一発目のトリプルを失敗してる。はあ。で、そうですね。もうフリーの時に浅田真央ちゃんがリンクに出てきた段階で、はい、ちょっともう悲壮感があるの少し。ああ、なるほど。緊張してんのよ、やっぱりもう。まあ前回のことがありつつ、ね。周りの反応的にも、はい、まあ浅田どうなんだっていう状況の空気の中で、はい、最初のトリプルアクセルが決まった瞬間に、はい、なんかもうそこが俺の中でゴールだったよね。ああ。もう、うわっ、決まった。よかった。もうこのフリーの演技っていうのはもう。まあ、あとは楽しんでいただければっていう状態で見れたから、はい、もうそこからはもう涙よ。へえ。いや、意外、まあやっぱりスポーツで泣くってことですね。まあまあそうね。まあ、それで泣けましたね。どういうジャンルで、あと他泣けます？まあスポーツが。そうだ、スポーツがやっぱ多いですけど、まああとはまあ友情ものとか。友情。あと前にちょっとほら、この便所の続きで喋りましたけど、はい、
あの、ザ・ノンフィクションという回で、ちょっと喋りましたけど、はい、その、フジテレビさんがやってるザ・ノンフィクションという番組で、はい、あの、うどんをね、香川で勉強して、うん、まあ、京都でお店を開きたいっていう人の特集で、うん、はい、その、師匠がお店に食べに来た時に、うどんを食べて、いやー、香川の本場の味が京都で食べれるって幸せだな、はいはいはい、うまいよっていう、この師匠が弟子を認める瞬間のシーンで、うん、僕泣いてるんですね。へえ。っていう、なんかそういう師弟愛みたいなのも泣けるし。なるほど。まあ、あとは動物。まあまあまあ、ペット飼ってらっしゃいますもんね。鬼のような顔で今そのコメントしましたけど。いやいや、してないですよ。まあ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 、動物のつもりです、はい。まあ犬とかのあざとい絵がありますもんね、なんか。もうこれ以上は何も言いませんけど、はい、まあそういうので泣けますね。もうなるほど、はいはい、まあでも結構まあ二村さんの、うん、まあ性格というかライフスタイルからするとまあ、まあね、まあ分かる感じでありますけど、あの実はですね、僕が全く泣けないんですよ、うんうん、それはどういうことで泣けないですか？まあ何でしょうね、その例えば感動したりとか、うんうん、喜びの涙とか、うんうん、悲しみの涙みたいなのが出ないんですよ俺。突然超かわいそうなカミングアウト出てきましたけど。いやだからどうしたら生まれてこの方泣けない泣けんのかなと思って。え、生まれてこの方涙が出たことがないと。いやいや、そういうことじゃないんですよ、うん、で今でも例えばあのコンタクトがずれたりゴミ入ったりして涙が出ることはあるんですよ。これって体の反射で出てるだけだから、で心臓が動いてるのと変わんないじゃないですか。あ、感情の高ぶりみたいので。そうなんですよ。感動してとかで泣いたことがないと、はい、そうなんです。え、生まれてこの方。あ、いやいや、遡れば中2ぐらいまでありますけど。あ、中2の時。え、中2、はい、え、高橋さんすいません、はい、今おいくつでしたっけ？あ、僕27歳です。え、じゃあ13年泣いてない。13年泣いてないんですよ。ほいだもんだから。さすがですね。あれ、俺いつの間にか泣けなくなってるぞって思って、ちょっとね、クズですね。いや違うんですよ。ちなみにですけど、はい、え、中2の時は何で泣いたんですか？中2の時は、確かですね、うん、あの母親と、うん、まあ、結構わーって口論になって、うんうんうん、でもうこっちもわーって言うじゃないですか、うんうんうん、うるせえよみたいなことを、うん、まあ、暴言は、うん、吐きつつ、うん、うわー、なんとかなんとか、なんとか、なんとかなんとかなんとかせえよって。俺がなんとかなんとかって言ってるかもしれないって。あの、それごめんなさい。それは、はい、あの、子供泣きでしょそれ。あの、まあ、子供がその、でも激高しちゃって、ね、自分の怒りが、わーってなって、泣いちゃうやつでしょ。そうです。さっき言ってた、その、感動してとか、はい、気持ちが、まあ、高ぶるっていうのは、はい、そういう感動とか、はい、そういう意味で僕話してたんで。あ、そうなんですよ。だからそういう、なんか、さめざめ泣くっていうやつが欲しいんですよ。じゃあもうないじゃん。え？中2の時それの涙って、だって、はい、そういう涙だったらちょっと違うじゃん。いや、でもまだ、小学校の時に、ドッジボールで、突き指して、泣いたことあります。だから、はい、それは、コンタクトがずれて泣くのと、一緒じゃん。いや、でも、完全に折れたと思って。知らねえ。完全に俺の中指行ったと思って、うずくまって泣いたことあるんですけど。完全に行ったから。完全に行ったから。知らない。擦り傷で泣いたら恥だけど、な、骨折だったらもう泣くしかない。完全に折れてんなら泣いてもいいだろう。はい。なんともなかったんですけどね、実際。レントゲン撮ったら。うわ、すげえな。え、泣いたことないんだ、じゃあ。あ、ごめんなさい。あ、一応生まれた時もあと泣いてます。これね、すごいかわいそうな回になるよ。今から。そんな、え、でも結構いると思うんですよ。だから。いやいやいや、俺聞いたことない。泣いたことないって。みんな、涙腺ポイントは違くても、はい、私はここで泣ける、はいはい。俺はここで泣けるっていうポイントがみんなあって、うん、それがみんな違うっていう話になるのが普通だもん。でもね、俺ね、17歳ぐらいから、人が泣いてんのって俺見たことないですよ。友達とか。いや、それはほら、人前で泣くことってね、はい、ちょっと恥ずかしかったりするからとかっていうこととか、はいはい、高橋君自体そうやって言うけど、人と接してないんだから。いやいや、例えばその感動する映画とか見て、はい、何にも思わないってこと。いや、だからこれがね、感情の振れ幅自体ってものすごい僕実はあるんですよ。だからめちゃめちゃ悲しい時とか、うんうん、めちゃめちゃこう共感したりしてる時とかって、うんうんうん、うわーってなるんです、うんうん、なるんですけど泣けないんですよ。例えばそのこの映画でそういう風になりましたってあります？僕ね、グッドウィルハンティングっていう映画好きなんです。めちゃめちゃ好きで。グッドウィルハンティング、なんで今ね、いい発音したのかわかんないですけど。サバイバル映画ですよね。何と間違えてるんですか？
あの、映画よく知らないのに、なんとか必死でボケようとするのやめてもらえません？必死感が出ちゃってる、失礼しました。まあ、ロビー・ウィリアムスとマット・デイモンが出てるやつなんですけど、うん、簡単に言うと、この二人の、まあ、心の交流なんです。で、まあ、それが、ロビン・ウィリアムスがマット・デイモンの心に触れて、うん、自慢自しちゃうシーンがあるんですね。いや、自慢自じゃないです。すごろくやってないですから。ロビン・ウィリアムスがマット・デイモンの心に触れて、で、マット・デイモンが、それまでずっと突っ張ってきたのに、うん、君は悪くないって言われて、うん、泣くシーンがあるんです。号泣するシーンが。うん、要は、ここでようやく心触れ合うんですよ。この二人は。許し合ってね、はいはい、お互いを、うん。その時に僕、うっつって、と思うんですけど、うん、泣けないんですよ。涙が出ない。はい、あー、これ泣けるって思うんですけど、泣けないんです。はぁ。でも、絶対、感情のこの、満ち方と、うん、では、うん、みんなここで泣いてるはずだって思うんですよ、うん。まあまあね、はい、うんうん。このぐらいの感動ポイントでみんな泣くんだろうって思うんですけど、俺は目から水が出てこないんですよ。水がね。はい、その高橋くんが、じゃあそういう意味で感情がこう揺さぶられるのっていうのは、はい、なんていうの、心を許し合う瞬間みたいなものに。うん、そういうところとかすごい感動しますね。他にあります？あとは、例えば、ホタルの墓。もうベタベタですけど。はいはいはい、まあでも、ホタルの墓で泣けるって人多いよね。まあまあまあ、そうですね。泣いたって人、よく聞くよ。で、主人公のセータが、野菜泥棒して、おっちゃんにボッコボコにされるんです。うんうん、で、交番行って、まあ、なんとか許してもらって、出ていくんですけど、うん、まあ、妹の節子のためにね、うん、こう流れ流れて最終的に野菜泥棒してしまう自分、うん、無力な自分、うん、孤独感、はい、セータがもう感情止めどなくなって、うん、バーって路地裏で泣くんですよ。クククッつってこう、うん、なんかむせび泣くように泣くんですね。その時に、うん、あセータと思うんですけど泣くないんですよ。泣くないんですって言っちゃってるもんね。泣けないんですよ。そこまで気持ちがぐーってなって泣けないんだ。そうなんです。だとするならよ、高橋くん自体が、もう結局、そういう、なんだろう、人の感情の振れ幅みたいなものには、何も感動を得れないんじゃないの、はい、いやいや、うん、感情振れたって言ってんじゃないですか、今、ホタルの。だから嘘ついてるんだよ、高橋くんって。俺はむしろ、みんなが嘘ついてるって思ってるんですよ。すごい感動したよっていうのを、うんうんうん、本当は涙出てないのに泣けたって言い直してるだけだと思ってる。いや、っていう時もあると思うし、はい、でも本当に泣いてるっていうのもあるよ。最初にほら、真央ちゃんの話したけど、はい、俺がほら、ちょっと泣いてるポイントがね、はいはいはい、それはまあ終わった瞬間かもしれないけど、僕はちょっとその前で泣きましたとか、そういうポイントっていうのはみんなそれぞれあったりすると思うんだけど、はい、実際泣いたりはしてると思うし、はい、高橋くんで言うと、俺思うのは、なんつうの、その実体験とかをしないと泣けないんじゃないのってこと。ああ、要はその何か自分に、そうそうそう、すごい喜ばしい出来事とか悲しい出来事がないと、うん、だから、フィクションでは泣けない。そうそう、だから結局フィクションで、あ、ここ泣くポイントだなとか、わかるなっていう気持ちでは慣れても、はい、本当に心が揺さぶられてはないから、いや、それで言ったらたくさんありますよ、揺さぶられている出来事は。実体験で。はい。で、例えば、前にその、慶応ボーイになりたいって書いて喋りましたけど、うん、新聞屋入って2週間ぐらいで、同い年のことを大喧嘩してるんですよ。はいはいはい、はい。で、キャンパス動いた時の話ですよね。そう、そうです。うんうんうん、僕が、まあ、要はその、家でもうまくいかない、学校でもうまくいかないっつって流れ流れついてきた新聞屋で、うんうん、やっと仲良くなれたと思った人ができたのに、2週間で大喧嘩になってしまう。でもうやめるっつって大騒ぎして、うん、店飛び出してって、公園行くんですよ、うんうん。どうして俺こんなにダメなんだろう、うんうん、こんなにうまくいかねえんだろう。もうこれはもう声に出して言ってんですよ。あ、もう自分一人でね、はい、公園で。うーっつって頭抱えるんですけど、泣けないんですよ。本当に俺はダメだ。おう、そこまで気持ちグーいってんの、何一つうまくいかない、ここでも居場所作れないのか俺はと思って頭抱えてダメだなと思うんですけど、泣けないんですよね。泣こうとしないんじゃない、違うんです、我慢しようとしてんじゃない、そういうことわけじゃないんですよ。例えばさっき映画とか見てる時も、俺あ泣けるって思うから、ちょっと自分で気持ち作るために、とか言うんですよ。ちって高橋さん、はい、ごめんなさい、それは、はい、泣くの字が違くて、はい、鳥が泣くとかの口が口
口に鳥と書いた、あ、そっちですね。それ獣の方じゃないですか。今の声聞こえたら、あれ洞窟の中からなんか聞こえる。みんな、あの洞窟の中からなんか聞こえる。少年5人が行ったら、恐竜の子供が。で、あの真っ暗な洞窟から骨だけカラーンって出てくるって。いや、違う。それでも、泣こうとはするんだ。で、そうやって自分でもう誘導するんですけど、泣けないんですよ、ね。そうか、誘導してもダメなんだ。うん、我慢してるんじゃないんだ。そう、我慢してるんだったらまだわかるかなと思ったんだけど。いや、むしろむしろ僕はもう背中押してるぐらいですよ。あ、来た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 と思って。あるんですけど。全然出てこない。そこまでやっぱ泣けない。泣けないんですよ。その新聞社のエピソード以外あります？ちょっと悲しいストーリー。あとは、うん、でもね、小6とかの時に、うん、まあ、おじいちゃんに家に行って、正月とか集まって、うん、親戚がまあ集まるみたいな、時に、うん、まあ僕ね、ちょっと当時から、うん、ちょっと身内の中で腫れ物的存在だったんですよ。まあまあ、今はね。しゅんちゃんは、どこで切れ出すかわからないから、みんな丁重に扱おうっていう暗黙のルールがあったんです。リサの皆さんね、もう引っかかると思うんですけど、はい、今日はここはあえて流します。はい、これは後日ね、はい、詳しく聞きたいと思います。だから、はい、あの、普通にまあ、大人たちが会話してるじゃないですか。あの、しゅんちゃんはどうなのって振るときに空気がピーンって張り詰めるんですよ。うん、緊張するんだね、みんな。そう、みんな緊張するの。しゅんちゃんが怒り出すかもわからない。つって、いや、でも俺は普通にね、こうこうこうだよって答えるじゃないですか。はいはい、って言って、うん、もう大人たちが、うん、バラエティ番組でワイプ抜かれてんのかっていうぐらい優しい、首ぐんぐんこう、優しく聞いてくれるんですよ。ね、そう、はいはい、何なんだろうなと思ってたら、はい、あの、小学1年生の女の子のいとこが、しゅんちゃんが喋り出すと、みんな黙っちゃうねって言ったんですよ。で、その時におぼろ投げながら感じてた空気、あ、俺腫れ物なんだっていうのがバーンって来て、うん、で、まあご飯食べ終わった時に、うんうんうん、俺一人トイレに入って、うんうん、わ、俺やっぱりみんなの中でこういう存在なのか、うん、正直その大人がね、うんうん、扱いわからなくて、うん、どうしたらいいかわかんないから、うん、こういう空気になっちゃうんだなと思った時に、うんうん、うーって思うんですけど、泣けないです。これで泣けない。高橋くんごめん、俺が泣きそう。今のストーリーって聞いてた、多分リスナーの方何人か泣いてると思うよ。あ、流れてますね。ご本人一切。いや、でも悲しかったんですよ、その小一の女の子に本質を突かれて。う、残酷だから。そうだね、オブラートに包まれてバーンって言われたことによって、うんうんうん、うわー、そうかーと思って、悲しくて悲しくて泣けないんです。まあまあまあね、なるほどね。あ、でもそうか、じゃあもう実体験でもダメだし、はい、何かそういうの見てもダメだし。で、僕一個思ったのが、うん、あまりにドライアイなのかなと思ったんですよ。いや、絶対違うんで、それは安心してください。そうです。だってコンタクトいじったら涙出る。出ます、出ます。いや、それで言うと、はい、よくほら、あの、年取って涙もろくなったねとかって、そう、あるじゃないですよ。で、あれってさ、言っちゃえば、年取る、まあ、いわゆる年を取りに重ねて、はい、その、結局、経験をいろいろして、はい、何かものを見た時とか、感じた時に、うん、その、なんていうの、要は感情移入できることが、増えてきてるから、まあ、泣けやすくなるっていうことじゃん。そうですね。高橋くんだから。でも単純に、うん、はい。それで言うと、はい、だからやっぱその人生経験が、ないっていうことなんじゃないの。だから人とほら、本当にほら、友達もいないじゃん、高橋くんって。いや、あのね、いないことないですから、俺。うん。何人いるんじゃん。4人ぐらい。本当に言ってる、それ。本当に言ってるんですよ。だからもうすぐ累積が。今腹立ったでしょ、今。はい、すぐ腹立った。はい、泣けない。泣けないわ。これ泣けねえわ。その悔しさでも泣けない。悔しさでも泣けないです。でもなんだろうね、感情で言うと。だからもうすぐその、さっき言った、累積緩くなる年が近づいてくるから、うんうん、もうそれ心待ちにしてるっちゃしてるんですよ。うんうんうん。でもだってもう今27でしょ？はい。もう、そういう年齢だぜ今。だから。そろそろ来るじゃなくて、もう今それよ。もう、うんうんうん、今現役生活、ね。今もうまさにその上にいるよ、今。累積弱くなるポイントの。あ、マジですか。うん。だからさっき言った感動でも泣けない、はい、悲しみでも泣けません、
で悔しさ、今ね悔しさでも別に涙が出ない、はい、それで言ったらじゃあもうまさに今日オープニングで喋ってた、はいはい、妥協しなかったやつあの協賛企業賞、あ、はい、それ受賞した、はい、っていう嬉しかったでしょ、だって嬉しかったです。12年ですよ、ずっとね、はい、マスクなかなか応募を続けてて、はい、今までだって全然引っかかってないわけでしょ、それがやっと12年越しに、今そうそうイメージ膨らまして、はいはい、12年越しに、はい、まあ最初ね、あの100万円ってことで、うん、あ、いいなってそれぐらいの気持ちで応募したものかもしれないけど、はい、そんな甘いもんじゃないってことを痛感させられて、うん、でもその中でもこう自分がね芸人になってとかって生活してる中で、はい、それでもちょっとこうこまめに応募続けてて、はい、今回協賛企業賞、うん、獲得しました。どうですか？泣けないっすね。ダメだ。ダメだ、ね。どうやら泣けないようです。悲しい。悲しい生き物だわ。もうでも涙出てこないってことになると、はい、やっぱもう高橋君はもうだからやっぱカブトムシの裏側ってことだよね。なんで裏側なんて、俺のね似顔絵がね、うん、カブトムシの裏側みたいだから。似顔絵通りっていうことなんじゃない？なるほど。うん。そうか。今のこの無情感で泣けない？全然泣けないですね。いやでもじゃあもう、これは今話を聞いてたリスナーの方々も、ね、はい、高橋さんこれなら泣けるんじゃないですかとか、うん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 、この映画見てくださいっていうものでもいいですよ。高橋君を泣かせた人に、はい、便所のつぶやきステッカー。そうですね。誰も応募してきませんね、そんな。そうなんです。商品がクソすぎるから。俺そんな先輩見てるとちょっと泣けるかもしれません。泣いて泣いて泣いて。全然泣けないです。さあということで、はい、今でも本当にちょっとね、高橋くんこれだったら泣けんじゃないかなっていういい案があれば、はい、ちょっとぜひ皆さん届けていただければと思いますので、はい、僕も泣きたいので、いや本当にねかわいそうな事実が明らかになったところで、皆さんはいかがだったでしょうか、はい、というわけで便所のつぶやきでございました。ありがとうございました。